こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回は久しぶりのラウンドの対処法をご紹介したいと思います。久しぶりのラウンドでは打ち急いでしまったり、リズムがいつもと違う、そんな違和感を感じることがあると思います。そのような久しぶりのラウンドではどのように打っていいのかわからない、リズム感がわからない、どのような速さで振っていいのかわからないということがあると思うので、そのような対処をですね、日頃から行っていただくといいと思います。今回はスイング中のリズムについてお話をしたいと思うんですけれども、スイング中のリズムは人それぞれです。どのリズムがいいというのはないんですけれども、このリズムが自分の中で一定になっていると、常に同じであるということが大事になります。今回はそのリズムを整えることで打ち急ぎであったりミスの動きですね、上半身が先行してしまうというような動きを防いでいくということをご紹介します。スイング中のリズムの取り方はもう様々です。人それぞれなんですけれども、今回一つ目安として下半身を入れたリズムの取り方をご紹介したいと思います。よくリズムを取るときに 1、2、3 というような感じで上半身であったりクラブを意識してリズムを取られている方が多いと思います。そのようなリズムの取り方でもいいんですけれども、 1、2、3 でこのように下ろそうとすると上半身が先行して力が入りやすいということがあります。ですからこの上半身であったりクラブだけではなく、下半身でリズムを取ってあげるということを行っていただくといいと思います。まず出だしで1ですね。1、そして2で左足を踏み込む、もしくはこっちに一歩踏み込むですね。1、2、3、この出だしで1、そして2で踏み込んで、それでインパクトで3というこのリズムの取り方を行っていただくことで、切り返しのスペースですね、ここの意識がなくなるわけです。右手でクラブを上げて下ろそうという意識がすごく薄くなるわけですね。上げてきたら次が2ですよと、1、2、3ということで、足に意識を持つことで上半身クラブの動きをあまり意識しなくて済むということになります。このドリルを行うときは左足の位置そのままでもいいです。ただここで踏み込む動き、ヒールアップしてヒールダウンする動き、もしくは一歩踏み込む動きですね、目標方向に横移動する動きを入れていただくと分かりやすくていいと思います。そしてこの2のタイミングなんですけれども、1が上がってクラブが上がっている最中ですね、この最中に2を入れていただくということになります。1でスタートしたらその間に2、1、2、3というタイミングですね。少し今までと比べると足の動きが速いかなと思うかもしれないですね。ただその2が速いということで、このトップで余計な動きをする必要がなくなります。上半身が出てくる、このように打ちに行く動き、力が入る動きが軽減されやすくなりますので、その余計な動きを入れないためにもこのリズムをしっかりと守っていただきたいと思います。このようなリズムの取り方をすることで上半身の力が抜けて打ち急ぎのミスが解消されるようになります。打ち急がなくなるとさまざまなミス、トップであったりダフリであったり、もしくはスライスといったミスが少なくなると思いますので、ぜひですね、力が入ってしまうという方は試していただきたいと思います。